市森林公園到着です。眺めはね、これ広角だからね、あんまりよくはないんだけどね、こんな感じです。こんな感じかな。ジュースでも飲むかな。これが何、浅間山に登る登山コースです。ひたすらこれを登れば何時間かかるかわかんないけど、浅間山というふうに、はい、筑波の浅間山登頂しております。浅間山っていうのがね、呼び方が違うんだろうな、本体の浅間さんよりは。あそこが多分頂上だと思うんだけどね、うん、結構道は、うん、作られてるから結構人が登ってるみたい。さっきの駐車場からそうね、1時間も歩かないでも30分ぐらいで来れるんじゃないね。最後はちょっと急になるけどね、標識はちょっと出てない。よいしょ。クマはいねえだろうな、多分クマちゃんは。こっちは何だろう、まあいいや。こっちが頂上なんか分からんな。ああ、アンテナが立ってるね。アラボラアンテナで、三石森林公園から登ってきたと。浅間尾根コース8号っていうとこから来れるのかな。帰り道よく覚えておかないと。よいしょ。到着ということで、ああ意外といいとこじゃないの。はい、ここです。ちゃんと見えるのかね、これ。多分見えないな。浅間山テレビ中継、ははパラグライダー場跡。跡っていうことはやってないってことか。剣ヶ峰パラボラ案内板、石の森公園。これトイレもあるのか。切通し、あれがね、筑波山からずーっとこういう展望ですな。はい。